北国新聞ニュースをお伝えします石川県は昨日県内の男女21人が新型コロナウイルスに感染しすでに感染を公表した小松市の男性が一昨日死亡したと発表しましたまた1週間の新規感染者数は185人と過去最多を更新しました四都府県に 昨日、緊急事態宣言が発令された影響で、県内の観光地は日曜としては人出がまばらでした。県内の1週間の感染者数はおととい182人となり、まん延防止等重点措置を検討するステージ3ラインの171人を初めて超えました。 こうした中、金沢市は、昨日新型コロナワクチンの集団接種に向けた訓練を実施しました。金沢市広域急病センターで行われた訓練には、医師や看護師などおよそ50人が参加し、受付から予診、接種、経過観察までの流れを確認しました。ワクチンの副反応によって、 体調が急変したケースを想定した訓練では、アドレナリン注射などの応急処置を施しました。金沢市の65歳以上を対象とした高齢者接種は、来月6日に予約受付を開始し、15日からおよそ200の医療機関で実施します。広域急病センターでの集団接種は、来月22日に始まります。 事前予約制で土曜・日曜・祝日に1日日祝にたり最大160人を受け入れます金沢出身の八田余一技師が建設した台湾・宇山東ダムの着工100年の記念式典が行われる来月8日に式典が行われる台南市と金沢市の会場をオンライン中継し 技師が作詞したうさんと踊りを同時に披露することになりました記念式典は台湾政府文化部と台南市政府などが主催し技師の命日である来月8日に台南市の八田佑市記念公園でおよそ1200人が参加して行われます金沢会場の北国新聞赤羽ホールには 八田岸の出身地、金沢市花園地区の住民らが集まり、オンライン中継の画面越しに踊りの輪を広げ、宇山島ダムなどを整備し、台湾の水利事業に大きく貢献した岸の功績を称えます。宇山島踊りは、ダムへ水を引き入れるトンネルが貫通した際に披露され、現地の新聞に八田岸が作った踊りの歌詞が残っていました。 曲と振付は不明でしたが、去年、金沢の民謡舞踊関係者が復活させました。金沢市でおととい開幕した花鳥版画の小原古村展で昨日、国際浮世絵学会常任理事の小池真紀子さんが記念公演し古村の画風について金沢の天候や自然が背景にあると話しました。 小原古尊の作品は明治後期以降海外に輸出され人気を博しましたが今日の国内では忘れられらた存在となっています国際浮世絵学会常任理事を務める小池さんは東京の「中外産業原安三郎コレクション」の中から250点に及ぶ古村作品を見いだし国内での再評価のきっかけを作りました。 公園で小池さんは彩度を押さえた色調やしっとりとした空気感が特徴である瓦礫前半の古村の画風についてグレイッシュで余白に市場が漂う表現は加賀友禅にも通じるものを感じると指摘また弁当忘れても傘忘れるなと言われる金沢の天候や本多の森の自然が背景にあると強調しました。 特別展、小原湖村、海を越えた花鳥の世界は、前期展が来月23日まで、後期展は来月26日から6月27日まで、金沢市の県立歴史博物館で開かれています。県漁協、金沢総合市場で昨日、金沢湖沖で水揚げされた魚介類に、 漁船名を記したステッカーを貼って出荷する取り組みが始まりました船名の表示は漁業者の鮮度保持意識を高め品質向上と他の産地との差別化を図り魚の価格を引き上げるのが目的です鮮度の良さや美しさなど漁業者が自信を持って出荷できると判断した場合にステッカーを貼ることにしました初日の昨日は 底引き網漁の甘エビやガスエビなど金沢港沖で水揚げされた全体の1割およそ300箱にステッカーが貼られました金沢市学童野球春季大会はきのう待望の公式戦が幕を開け緑少年野球クラブぬかレッドライオンズ永田町ベアーズ中央スターズ 大徳クラブ。元禄レッドソックスの六チームが。二回戦に勝ち進みました。春季大会は今年で四十五回目です。金沢市の内川スポーツ広場で開催された大会では。球児たちが。仲間や家族の声援を受け。投打に元気いっぱいのプレーを見せていました。大会はこの後。今月二十九日から。 二回戦が行われ、来月九日の決勝まで牛児が熱戦を繰り広げます。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。